さあ、ということでね、10月のデータにやってきました。この月もね、ポーンと、これ多分ショートがまた入ってるんでしょうね。ポーンと上がってるのがありますけど、再生回数は5192、で、再生時間 170.1 で、チャンネル登録者数はプラス7という結果になっておりました、ということですね。どんな感じかなっていうと、ここですね。10月だったから、こっちですね。再生数ちょっと落ちた。動画投稿放送は一緒だったんですね。まあ、この時はショーツとあれと1日2本投稿ちょっと始めてたくらいのところかな。キーニングデートも簡単に作ったやつですけどね。っていうことなんで、まあ、こっからはもうしばらくショーツが、締めていく感じなんで、再生時間は、でもちょっと伸びてたな、この時は。出るのがあったりします。で、登録者がね、7人増えてるってことでね、ありがたい話でございます。なんか増えたんだっすよね、この月。ってことで、何かだろうな、テロップの話題とか、ってなったけど、ちょっとこれだけだとショーツの動画だとパッと思い出せない。満腹屋のね、そう。入れ替わりが激しいんで、ね。っていう中で、まあ、満腹屋アベレージヒーターにはなってるのはありがたいところですけど。というので、まあ、見ていきますと、ですから結構月によって、このあたりからちょっと新しいやつとかにどんどん入っていく感じ。10月の時はポンと入って、これが800ってことで、テロップ入れの話をしたやつがね、ちょっと伸びてますね。で、満腹屋の動画が相変わらず、アベレージ入ってきて、で、ジョイサンドの動画が、まあ結局ここが、いわゆるボーダーラインっていうか、エスカレーターの動画がね、184ってことでもうだいぶね、落ちてますけど、まあでも、冷静に考えたら184、この2019年に投げた30秒のパッと撮って出しの動画がね、これだけね、ずっと入っていくんですから、まあそれは全然ありがたい話ですよね。いうところですね。で、まあ、このあたりが、いわゆる底堅いラインなのかな。80から100再生ぐらいで、やっぱ、郵便の解説動画が入ってくる。これなんかも、だって、リニューアルしてますけど、2年前の動画ですからね。っていうのが、こうやって入ってくるのはありがたいところですね。というところでございました。っていうところで、まあ、チャンネル登録者がね、結構、激しく、動きがあったなっていう、印象のある月でしたね。で、動画の自体は何を上げてたのかな、まず、じゃんけんの旅が始まりますっていうことでございますね。そう、これ実は2ね、半年ぐらい前に撮ってるあるのがまだ出してないんでね、いい加減出さないといけない。しかもあれ、そんなに強い。まあ、今だから、まあ、ここで見ていただいてる方でね、言っちゃいますけど、あんまり強い曲じゃなくて、雨、まあ、めっちゃ雨降ってきてんじゃん。なんでね、あーっていう感じはありましたけど、うん、で、そのじゃんけんの旅ですね。始まりますってことですね。で、じゃんけんの旅、いや違うね。じゃんけんの旅とっくにやってるよな。うん。で、4日とかで何やってんだ俺。収益大発表会って言って、今のあれですね、この山田家3回ですね。が始まったのがこの辺りから始めたのか。うん。で、スターステルで、再生数が、あれか、修正子が言って出してみたっていうのがあって、で、ここから何？で、次が京都丹後鉄のターミナル駅完全制覇の旅ですね。これが始まりますよってことで、これを先に PV 作ったっけ？別に、PV は後から作ったか。この動画は入るものはまあそんなもんね。で、PV がちょっと伸びてたっけ ?44。あ、これ多分、ニコニコの方のが多分入り良かったっすね。多分あれも書けましたしね。ニコニコ広告も書けさせてもらったりとかして、で、3桁いってたんで、っていうのがあったりします。まあ、PV とかの方のが正直見やすいですね、うちのやつは。で、時系列でやってましたね。うん。本編として使えるところは、こんな感じで本編のやつにして、で、道中のね、ドライブしながら雑談してる様子はもうサブチャンって形にして、こう、分ける形でね、作ってみました。まあ、これちょっとプレイリスト見やすくなるかなというのもあってね、こういう形にしてみましたよというところですね。で、道中でパッてなんか、気になるところとかがあったら、裏側パッチがいるとかね。ただ再生数は実はどっちでもそんなに変わってないんだよな、これ。33で、これがサブ30とかじゃない ?25 ぐらいかな。17か、まあまあまあ。で、ぐらいなので、まあ、どんぐりの背比べですよね、まさに。って感じですね。始発ユーラ号。これあたりがちょっと伸びてたっけな、あと伸びしてたんだったっけ。そうですね、これがちょっとあと伸びしてますけどね。丹鉄雨の朝の4時半、乗客は一人もいませんっていうね。
まあ聞いたこと、ある人なら聞いたことのあるセリフのパクリだってわかるんですけどね。なんだっけ、ブンブンブラウ、朝の4時半か。動物は一匹もいませんっていう、伝説の、あれですね。水曜どうでしょうの。ネタから完全にパクってますけど。やっぱ、こういうの入れると伸びるのかなって。関係ない気もしますけどね。っていうのがあったりしましたね。で、いうのがあるんで、まあ、コンテンツ数でかなり攻めてね。ですから、ユラ号の方の方が伸びるかなってことなんですけど、これそんなに伸びてないですよね。うん。あ、でも42か。まあ、うちにしては悪くないか。ユラさんのね、やつとかで。まあ、サムネイルの、力はこっちの方があるかなと思ったけど、こんな感じでしたね、というところでございますね。あとは、何？そんな感じで、まあ、3点ターミナル駅、完全制覇の旅がずっと続いてきますよってこと。天の橋立て行ったところだった。で、あ、そうか、月末にこれ、試しに横動画作ってみたんだ。ちょっと一回横動画作ってみたくなってね。うん、再生数6、そりゃそうだ、うん、ひどい。あれでしたけど、まあでも、スタステルの歴史がね、もうこう分かる、あれになってますんでね。再生か。まあこうやって見てみると長いことやってますよね。うん。まあこういう時にあれですよね。よくある曲使わんとあれするあたりが打ち出しですけどね。そう、8月28日ですからね。まあ、あとはそう、周年祭やらない時なんですよね。次何年祭になるの？2009年8月からの？が1年目だろ？ですから、2019年11年目だろ ?2020 年12、13、17、15。15年目に突入しますかね。14周年ね。今14年目ですからね。8月。15年目の突入はね、ちょっとなんかまたやりたいなと思いながらもね、なんもできないまま終わっちゃいそうですけど。って感じでございますね。というところでございます。というところかな。まあ、こんな感じですね。まあ、伸びないのか、当然伸びないという感じですね。あと、本人限定受け取りが、なぜか63社入ってるの。これ、そんなに入ってんの？なんで？これ、1703社いってんだ。知らない間に言ってたな。あ、ずっと入ってんだ。ずっと再生入ってんだ。多分、これは、聞いたことない人の方が多いと思います。本人限定受け取り郵便っていうのがあるんですよ。うん。ただ多分、これを取り扱ってる YouTube ってほとんどないから、YouTube 検索でしたら、多分これぐらいしか出てこないんでしょう。本人限定受け取り郵便、ね。多分それでだと思います。本人限定受け取り。で、試し、サーチかけてみましょうか。サーチかけて、動画にしてみたら、あ、ここに出てきますからね。っていうことで多分、再生が入りやすいんだと思います。あ、これ2分で分かるの方が入ってくるんだ。え？こっちの方がじゃあ伸びてんの？あ、こっち伸びてたんだ。あ、もうね、完全に放置しちゃってるんでね、全然切れてなかったけど、1300再生もあってんだ。まあこれね、2分で伝えるのはね、めちゃくちゃ難しい。早口になっちゃってるのは分かりにくいんでね、こっち見てもらった方がいいと思います。基本、まあまあまあ、詳細、気になる方は見ていただいたらいいかなと思いますね。っていう感じですね。っていうところかな。これ説明して出すと10分まるまるかかっちゃいますんで。うん。よいしょ。っていう感じですね。まあ、そんなところかな。9月、いや、10月か。これ10月終わったんで、12月分までは撮りたいね。11月のデータを次は見ていきたいと思います。